藤谷蓮次郎です。今日は1980年代、傑作アルバム紹介トークとして原田真嗣さんの Save Our Soul 取り上げております。原田真嗣さんの Save Our Soul 原田真嗣 and Crisis という、クレジットになってますけども、1983年7月のアルバムでまた1曲取り上げてみたいと思います。で、その前にまたいつも同じことをお願いして恐縮ですが、ぜひともチャンネル登録の方をこの機会にお願いいたします。まあ、再生回数増えていくとありがたいんですけども、それと同時にチャンネル登録者というのが増えていかないとなかなか、続けていけないもんですから、ぜひここは助けると思って、あるいはお友達など紹介していただいてですね、ぜひともチャンネル登録者数が、まあ、最低レベルまで上っていかないと続けられないので、助けると思って登録の方をお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日の一曲はですね、私の中では最もこの原田真嗣さんという人に、衝撃を受けた一曲です。雨のハイウェイ。こちらはですね、以前一曲として取り上げたことがあります。で、これは原田真嗣さんについて私が話した一番最初だと思うんですが、驚くほど再生回数が伸びましてですね、私が喋ってるだけなのにいろいろ期待していただいてるんだなと感激した次第です。曲としてはまあ、このシングルカットもされまして、でこのアルバムの中で唯一原田真嗣さんご自身が詞を書いていない、松本隆さんに頼まれて作られたものですが、まずはこのアルバムの中、比較的その、まあ、70年代のあの可愛い天才ということをコメントで寄せていただいた方が、可愛い天才と言われてて、それが結局原田真嗣さんのその後の活動というのを少し歪めてしまったようなところがありますよねということを、まあ、私も答えたんですけども、その時代の次に一旦アメリカ等に留学されたのかな、その際に結婚なさったんじゃないかと思うんですけども、で、まあ、国際的な水準にも合う曲を作ろうというのでやってた。で、帰ってきて、まあ、レコード会社も一時期ポリドール等にもいられて、その後またフルスのフォーライフに復帰された曲がこのセーバーワーソウルというアルバムであり、この雨のハイウェイなんですけども、こちらはね、確かザ・ベスト10かなんかで歌われたと思うんです。で、その時はその当時にしてはまだ先端だったそのデジタルサウンド等をかなり取り入れた音の作りだったものを、原田真嗣さん、この雨のハイウェイではキーボード中心のでリズム帯、ドラム、ベース、キーボードといったあたりのダイナミックな音階でですね、どうも恋しい、もう君がいなければ生きてる価値さえないとなって思い詰めた女性との別れ話に、必死で雨の高速を走らせる男の歌として歌っている。その雨のハイウェイなんですが、実に、かっこよくてですね、サウンドとしてもダイナミックで、何よりもそのキーボードを弾く原田真嗣さん、なんせ僕らもの全然知らない人間としてキャンディーってやってた時代からこんなダイナミックな表現があるんだというふうに驚いた一曲です。このアルバムの中では言ってみればこう B 面の2曲目なんですが、確かにシングルカットする、もしくはシングルとして作られたのはこの曲なんだなって分かるようなシンプルかつダイナミックで分かりやすい失恋の話になって、失恋ギリギリの話で、何度も今回のこのアルバムトークの中で言ってきましたが、原田真嗣さんは恋愛関係のことを歌っているように見えても、なんか普遍的な人類愛みたいなところがちょっと出てくるところがあるんですよね。それがありません。ということは松本隆さんの、まあ、ソングライティングの技法によってシンプルに男女の恋愛関係の危機迫る状態というふうに世界観を区切った曲という役割をしているなと思います。なのでアルバム全体に置いた時には、実はこれちょっといい、私はこの曲はこのアルバム全体で言うとよく目立つ、逆に言うと浮いてる感じだなとも思うんです。ただし、浮いてるっていうと批判してると思われると嫌なんですけど、大好きな曲です。原田真嗣さんのキャンディーとかタイムトラベルとかに並ぶ、実はヒット性の
強い曲がこの雨のハイウェイと私は今でも思っております。アルバム全体で聴いていくと、でもやっぱりちょっと違和感はあるなという曲に仕上がっているのは僕は事実だと思うんですが、皆さん原田真嗣ファンの方、それから初めてここでお聞きになっている方、このアルバムに置いた時どうお聞きになるでしょうか。ぜひコメント等で、コメントでその感想をお寄せいただけるとありがたいです。今日は、以前も取り上げたことがありますが、アルバムの中の一曲としての雨のハイウェイ取り上げてみました。ぜひチャンネル登録の方お願いします。それでは失礼します。